はい、現在石切駅です。こちらの、草加新池まで行って、多分こちらですね、この道を登っていきます。はい、行きます。
はい、分岐ですね、これを右に行くと谷道、左に行くと、尾根道です。以前は、谷道の方行きましたので、今日はこちらの尾根道の方に行きます。はい、はい、また分岐ですね。生駒山の縦走路は、ここを右側なんですけども、私この竜の口霊泉っていうのをちょっと見たいんで、一旦左へ行ってまた戻ってきます。はい、行きます。あ、なんか広い道に出ました。右に行くと阪奈自動車道行くみたいですね。はい、あ、これですね。はい、では元の道に戻ります。はい、分岐まで戻ってきました。はい、こちら生駒山縦走路の方に行きます。はい、谷道からも、こっちに合流できそうですね。こっちは谷道方面です。はい、はい、分岐に来ました。これ、縦走路はこれ左ですけども、これ多分右に行くと国見山の山頂に行くと思うんで、ちょっとこっちに行きます。はい、こっちの道は笹が倒れててすごく滑りやすいです。反対側から登った方が良かったかもしれません。はい、鉄塔ですね。ここかな。
はい、ここですね、クリミア山412m、はい、鉄塔が上にあります。よし、降ります。もうちょっと寒いので、こっち側から来る道の方が良かったですね、やはり。はい、元の道に戻ってきました。はい、また分岐です。はい、ちょっと書いてないですけど、多分これ重走路行くの右だと思うんで、こっち行きます。はい、重走路ですね。重走路に合流しました。はい、重走路を歩いて、どっか風のない、休憩しやすいところを探して休憩します。はい、ここが草加忠越道、谷道の入り口なんですけども、なんか見た感じ結構荒れてるかもしれませんね。はい、はい、草加コースは通行止めになってますね。はい、仕方ないんでちょっとこっち行きます。